浅草寺。浅草寺は、東京都台東区浅草にある、東京都内最古の寺である。山号は、金龍山。本尊は、聖観音菩薩。元は、天台宗に属していたが、第二次世界大戦後独立し、聖観音宗の総本山となった。観音菩薩を本尊とすることから、浅草観音あるいは、浅草の観音様と通称され、広く親しまれている。東京都内では、唯一の坂東33箇所観音霊場の札所、13番である。江戸33箇所観音霊場の札所、1番でもある。全国有数の観光地であるため、正月の初詣では、毎年多数の参拝客が訪れ、参拝客数は常に全国トップ10に収まっている。浅草寺縁起等に見える伝承によると、浅草寺の草創の由来は、以下の通りである。推古天皇36年、628年、宮戸川、現、隅田川で漁をしていた、日の熊浜成、竹成、日の熊の浜成、竹成兄弟の網にかかった仏像があった。これが、浅草寺本尊の聖観音像である。この像を拝した兄弟の主人、恥中友、恥の中友、恥松地、恥の真中地友は出家し、自宅お寺に改めて供養した。これが浅草寺の始まりという。その後大化元年、645年、勝見上人という僧が寺を整備し観音の無国により本尊を秘仏と定めた。観音像は高さ1寸8分、約 5.5 センチの金色の像と伝わるが、公開されることのない秘仏のためその実態は明らかでない。平安時代初期の天安元年857年、天長5年828年とも、延暦寺の僧、延仁、慈覚大師が来寺して、お前たち、秘仏の代わりに、人々が拝むための像の観音像を作ったという。これらを機に、浅草寺では勝見を、開基、延仁を中興開山と称している。天行5年、942年、安房森平公雅が、武蔵守に任せられた際に七堂伽藍を整備したとの伝えがあり、雷門、仁王門、現、宝蔵門などはこの時の創建と言われる。一説に、本尊の聖観音像は、現在の埼玉東京の県境に近い飯能市、岩淵にある成木川沿いにある、岩井堂に安置されていた。観音像が大水で流されたものとする伝承がある。浅草寺の文献上の所見は、鎌倉時代の吾妻鏡である。同書によれば、治承5年、1181年、鎌倉の鶴岡八幡宮造営に際し、浅草から宮大工を呼び寄せている。また、建久3年、1192年、鎌倉の勝長寿院で、後白河法皇の49日法要が営まれた際、浅草寺の僧が参加している。後不覚斎2条の、と、はず語りには、彼女が、昭王3年、1290年浅草寺に、参詣した時の様子が描写されている。天正18年、1590年、江戸に入府した、徳川家康は浅草寺を祈願所と定め、寺領500石を与えた。浅草寺の伽藍は中世以前にもたびたび消失し、近世に入ってからは、寛永8年、1631年、同19年、1642年に相次いで消失したが、三代将軍、徳川家光の援助により、慶安元年、1648年に50棟、同2年、1649年に本堂が再建された。このように、徳川将軍家に重んじられた浅草寺は観音霊場として多くの参詣者を集めた。貞享2年、1685年には表参道に仲見世の前身である商店が設けられた。これは寺が近隣住民に境内の清掃を役務として課す見返りに開業を許可したものである。江戸時代中期になると境内西側奥の通称奥山と呼ばれる区域では大道芸などが行われるようになり、境内は庶民の娯楽の場となった。天保13年、1842年から翌年にかけて、江戸三座の芝居小屋が、浅草西店町、猿若町、現、台東区浅草6丁目に移転し、そうした傾向は、さらに強まった。浅草は近代以降も庶民の盛り場、娯楽場として発達し浅草寺はそのシンボル的存在であった。明治6年、1873年には、境内が公園地に指定され、浅草公園、明治18年、1885年12月27日には、表参道両側の仲見世が近代的なレンガ造りの建物に生まれ変わった。明治23年、1890年には、商業施設と展望等を兼ねた12階建ての凌雲閣、通称浅草2階が完成している。大正6年、1917年からは日本語の喜歌劇である浅草オペラの上演が始まり、映画が普及する以前の大衆演劇として隆盛した。関東大震災では、浅草区は大半が焼失する被害にもかかわらず、避難民の協力によって境内は一部建築物が延焼するだけの被害で済んでいる。しかし、昭和20年、1945年3月10日、東京大空襲で、旧国宝の本堂、観音堂、五重塔などが焼失。第二次世界大戦後の浅草は、娯楽の多様化や東京都内の他の盛り場の発展などによって一時衰退した。しかし、地元商店街の PR 活動等によって、かつての賑わいを取り戻しつつあり、下町情緒を残す町として、東京の代表的な観光地となっており、羽子板市、ほおずき市などの年中行事は多くの人出で賑わっている。表参道入り口の門。切妻造りの八脚門で向かって、右の間に風神像を、左の間に雷神像を安置することから正式には風雷神門というが、雷門の通称で通っている。慶応元年、1865年に焼失後は、仮設の門が時折建てられていたが、昭和35年、1960年に常設の門が鉄筋コンクリート造りで再建された。実業家、松下幸之助が浅草観音に祈願して、病気併誘した報恩のために寄進したものである。門内には松下電器産業、現パナソニック寄贈の大提灯がある。三社祭の時と台風到来の時だけ提灯が畳まれる。風神雷神像は頭部のみが古く、体部は慶応元年1865年の火災で焼失後、明治7年1874年に補作。昭和35年1960年の門、再建時に補修と彩色が加えられている。門の背面の間には、金龍、天龍の像を安置する。西の金龍、女神は仏師、菅原康夫。東の天竜、尾上は、彫刻家、平櫛田中の作で、昭和53年、1978年に奉納されたものである。雷門から宝蔵門に至る表参道の両側には土産物、菓子などを売る商店が立ち並び、仲見世通りと呼ばれている。商店は東側に54店、西側に35店を数える。寺院建築風の外観を持つ店舗は、関東大震災による被災後、大正14年、1925年に鉄筋コンクリート造りで再建されたものである。雷門をくぐり、仲見世通りの商店街を抜けた先にある、入母屋造りの二重門、2階建てで、外観上も屋根が上下二重になっている門である。現在の門は、昭和39年、1964年に、再建された鉄筋コンクリート造りで、実業家、大谷米太郎夫妻の寄進によって建てられたものである。門の左右に、金剛力士、仁王像を安置することからかつては、仁王門と呼ばれていたが、昭和の再建後は、宝蔵門と称している。その名の通り、門の上層は、文化財の収蔵庫となっている。2体の金剛力士像のうち、向かって左、西の阿形は、仏師、錦戸神官、右、東の運慶、運行像は、木彫家、村岡久作の作である。阿行像のモデルは、力士の北の海、運慶像のモデルは、屏風谷と言われている。門の背面左右には、魔除けの意味を持つ巨大なわらじが吊り下げられている。これは、前述の村岡久作が、山形県、村山市出身である縁から、同市の奉賛会により制作奉納されているもので、藁 2500kg を使用している。藁地は10年おきに新品が奉納されているが、稲藁は長い方が加工しやすいものの、近年の稲作では全国的に稲藁の利用の激減や、風雨で倒れにくく収穫しやすいことから、竹の低い品種への品種改良が進んでいる。同市ではこのために、竹の高い古い品種を特別に栽培している。耐震性の向上と参拝客に対する安全確保のため、平成19年、2007年に屋根改修工事を行い、軽量さと耐食性に優れたチタン製の瓦を全国で初めて採用した。要社製瓦、トランティキ C1 チタン素材使用表面のアルミナブラスト加工をランダムに配置することで、土瓦特有のまだら感を再現している。また、主棟、隅棟、後棟、妻後棟すべての鬼飾りもチタンで製作された。これ以降、境内の建物の瓦は順次チタン製に置き換えられている。本尊の聖観音像を安置するため観音堂とも呼ばれる。旧堂は、慶安2年、1649年の再建で、近世の大型寺院本堂の代表作として、国宝、当時に指定されていたが、昭和20年、1945年の東京大空襲で焼失した。現在の堂は、昭和33年、1958年に再建されたもので、鉄筋コンクリート造りである。外陣には、川端龍子筆、龍の図、堂本印象筆、天神三下の図の天井画がある。内陣中央には本尊を安置する間口 4.5 メートル、高さ6メートルの宮殿、空殿、厨子と堂儀がある。宮殿内部は下段の間、手前と上段の間、奥に分かれ、下段の間には前立本尊の観音像、伝い、円人作、上段の間には秘仏本尊像をそれぞれ安置する。浅草寺幹事を務めた網野友春によれば、宮殿内は床は漆塗り、壁や扉は金箔押しで、上段の間、下段の間には雲玄べりの小畳を角2枚敷いている。上段の間には秘仏本尊を収めた厨子のほか、東福門院、徳川家康、徳川家光、高順法親王がそれぞれ奉納した観音像が安置され、かつてはその他の時宝類もここに収められていたという。宮殿の扉の前には、後戸張と称する刺繍を施した戸張がかけられていて、時々デザインの違うものに掛け替えられている。毎年12月13日に会費法要が行われ、短時間会費されるほか、特別な行事の際などに会費が行われる場合があるが、その際も参拝者が目にすることができるのは、お前立ち像のみで、秘仏本尊像は会されることはない。宮殿の手前左右には、脇地の梵天、帝釈天像、宮殿の裏には、秘仏本尊と同じ姿という聖観音像、通称裏観音、堂内後方左右の厨子内には、不動明王像と愛染明王像を安置する。2009年2月から2010年12月にかけて、平成本堂大永禅が行われた。屋根の葺き替えは、昭和33年、1958年の再建以来50年ぶり。宝蔵門の改修工事でも用いた、チタン瓦、要社製瓦、トランティキ C1 チタン素材使用を採用。使用色も2色から3色に増やし、より粘土瓦に近い風合いを醸し出している。天行5年、942年、平公雅が塔を建立したと伝わる。この塔は、三重塔であったと言われる。消失を繰り返した後慶安元年、1648年に50塔として建立され、本堂と同様、関東大震災では倒壊しなかったが、昭和20年、1945年の東京大空襲では消失した。現在の塔は、本堂の西側、寛永8年、1631年に消失した三重塔の後伝承地付近に場所を移して、昭和48年、1973年に再建されたもので、鉄筋コンクリート造り、アルミ合金瓦葺き、基壇の高さ約5メートル、塔自体の高さは約48メートルである。基壇内部には、永代供養のための位牌を納めた礼拝殿などがあり、塔の最上層には、スリランカ・アヌラーダプラのイスルムニア寺院から招来した仏舎利を安置している。なお、再建以前の塔は東側にあった。その位置、交番前あたりには、塔と刻まれた標石が埋め込まれていたが、平成21年、2009年、新たに、旧50塔跡と記された石碑が設置された。周辺には木が植えられ、憩いの場となっている。江戸4塔、江戸6塔の一つに数えられる。アルミ製の瓦を使用していたが、2017年6月には、本堂で使われた3色のチタン瓦、要社製瓦、トランティキシーチタン素材使用を導入した。重要文化財。本堂の東側に東向きに立つ、切妻造りの八脚門である。元和4年、1618年の建築で、第二次世界大戦にも焼け残った貴重な建造物である。この門は、本来は戦争時境内にあった、東照宮、徳川家康を祀る神社への門として建てられたもので、ある。東照宮は、寛永19年、1642年に焼失後、再建されていない。現在、門の左右に安置する2点、墓地区2点、増長点は、上野の寛永寺墓地にある、現有院、徳川家綱霊廟から移されたものである。平成22年、2010年、改修により、創建当初の様式に戻された。本堂の東側にある、拝殿、幣殿、本殿は、重要文化財。浅草寺の創創に関わった3人を祭神として、祀る神社である。明治の神仏分離以降は、浅草寺とは別法人になっている。宝蔵門の手前西側にあり、浅草寺の本坊である。小堀遠州の作と伝えられる、回遊式庭園がある。通常、一般には公開していないが、特別公開されることがある。平成23年、2011年、国の名勝に指定された。院内にある天龍庵は表千家不審庵写しの茶室で、江戸時代後期の建立。元は名古屋にあった。境内北側にて、社会福祉法人、浅草寺病院を運営。明治43年、1910年に、関東大水害の被災者のための救護所、浅草寺診療所を念仏堂に設けたのが始まり。1952年に現病院に改装。宝蔵門のそばに浅草不動尊と美保公人堂があるが、天台宗の太閤院という寺院で、浅草寺には属していない。このほか、浅草神社境内には、久保田万太郎区碑、川口松太郎区碑、川竹木阿弥顕彰碑、市川猿翁、二代目、市川猿之助区碑、初代、中村吉右衛門区碑などがある。東京、浅草公園は、かつて浅草寺の境内地を中心にあった公園。日本初の都市公園の一つとして、1873年、明治6年3月25日に誕生した。公園用地は1871年、明治4年寺社用、境内地の上地令により、公衆され、明治6年大上官2つ第16号で、東京府から公園の指定を受け、整備を始めた。当初は、浅草寺境内と仲見世や奥山地区等に限定していたが、東京府は他の4公園の維持管理費を賄うため、浅草公園から上がる時代収入に期待して、1876年、明治9年11月以後伝法院、浅草寺下女地、界隈16が町等を組み入れ拡大した。1882年、明治15年にはようやく浅草寺西側の浅草田んぼと呼ばれる非女地を埋め立て、林泉地区、後の4区と工業地区、後の6区の造成に期。1883年、明治16年9月26日に造成完了。1884年、明治17年1月公園地は6つの区画に分かれ、同年9月に7区目が追加、後に除外。こうして、浅草公園の開園式は、1886年、明治19年5月20日より行われた。第二次世界大戦後となり、1947年、昭和22年4月2日の公共団体所有の写実財産処分の政府通帳を受けて、浅草公園は、同年5月1日公園地の指定解除、1951年、昭和26年10月再び浅草寺の所有地になった。浅草寺は、束の間、東京大空襲で焼失した本堂の復興資金を捻出するために4区の表単池を売却。その後も、町名として1965年、昭和40年8月1日の住居表示制度が導入される時まで存続していたが、現在はない。行政町名としての浅草公園地は、おおむね現在の浅草1丁目と2丁目に内包される。もはや都立公園でも区立公園でもない、浅草公園が昔からの名残として、未だ地図上の浅草寺境内地に表記されている。浅草寺では先祖供養もできる。霊験新たかと言われる浅草寺では毎日、家の宗派と無関係に先祖供養を受け付けている。浅草界隈を長年取材している五木博之によれば、宗派を問わず、全く無関係な人でも供養を申し込める他、五重塔内の位牌には、昭和天皇、マザー・テレサ、ダイアナ妃の位牌まで存在するという。毎日6時、10月から3月は6時半、10時、14時から、先祖供養、厄除け、等の祈祷が行われる。特定の個人の名前で受け付けるほか、家先祖代々という形でも受け付ける。志納金は3000円から。秘仏本尊の聖観音像は、長期間にわたって見るものがなかったため、明治時代には実在が疑われるようになった。このため、明治2年に役人が来て、調査を行ったところ、本尊は確かに存在していたことが明らかになったという。この時の調査によれば、奈良時代の様式の聖観音像で、高さ20センチほど、焼けた跡が伺え、両手足がなかったという。現在、常時拝観可能な裏観音が秘仏本尊と同じ様式であるとされるが、高さは89センチと異なっている。浅草寺のおみくじは、細い棒の入った両手で抱えられる程度の大きさ、重さの角柱、円柱形の筒状の箱を振って、棒を箱の短辺の小さな穴から一本出し、棒に記された番号のくじを受け取る方式であるが、その内訳は、大吉、吉、半吉、小吉、末小吉、末吉、凶の7種類であり、末吉まではお守りとして持ち帰り、凶を引いてしまった場合のみ、そばの結び棒にておみくじを結ぶことになっている。招き猫の発祥については全国にゆえんの地と言われるところがある中、記録と実物、錦絵などによって、その発祥が確実視されるのが、ここ、浅草寺境内である。竹絵年表や、藤岡や、日記嘉永5年の項目には、当時境内三社権現鳥居横にて、老婆によって、今戸焼製の招き猫が売り出され大流行になったと、記されている。その特徴としては背面に丸に締めの陽刻があり、金星や福徳を丸く勢い締めるという縁起が担がれたもので、具体的に招き猫とも、浅草観音猫とも丸猫、丸締めの猫とも記されている。また同じく嘉永5年に出された、錦絵、浄瑠璃町繁華の図には、浄瑠璃の登場人物になぞらえて、丸締め猫を売ると小店が描かれている。近年都内の近世遺跡からは、色の取れた背面に、丸に締めの陽刻の招き猫が数件出土が確認されている。これら総合的に実物と記録の、はっきりとした最後の招き猫の記録ということができる。その他、江戸時代の絵馬が多数保存されており、中には、谷文晁、菊池要塞、鈴木その一、歌川国芳、加野和信、柴田是真のような著名絵師の作品もある。古代から中世、近世、江戸時代と長い歴史を有す浅草寺は、考古学上重要な歴史資料をその地下に包含した浅草寺遺跡でもある。戦災で焼失した五重塔再建に先立ち昭和45年、1970年には再建地点の発掘調査が行われ、学術的に貴重な成果が得られた。特にこの調査は、葛飾区火災場跡の発掘調査や千代田区都立、一橋高校内発掘調査と並び、それまでの日本考古学では、研究対象とされていなかった中世や近世、江戸時代の遺跡調査の講師となり、特に近世考古学の出発点となる学史上の記念碑的調査となった。その後も台東区教育委員会による浅草寺境内及び周辺での発掘調査が地道に続けられ、従来の文献資料研究が描いてきた浅草寺及び浅草の歴史像の大幅な修正を迫る発見が相次いでいる。浅草寺では江戸開府400年記念事業として輝く21世紀の浅草をスローガンに2003年10月から本堂、五重塔、宝蔵門、雷門のライトアップを始めた。ライトアップのデザインを手掛けたのは東京タワーやレインボーブリッジも担当した石井美紀子。また2010年からは2天門が赤、青、紫と色が変化するように LED でライトアップされるようにした。ライトアップ時間は毎日日没から午後11時まで。夜は本堂の扉は閉められているが、参拝はできるようにされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。